にちは、新の地チャンネルで新のです、今日は能登島周遊ということで、バイクで、それも旅慣れで、まあ、人が あまり来ない南湾側、こちらを西湾にかけて走っているという感じです。はい、でまあ、いつもですとね、こうのんびり半日ほど時間があって、時間があればこう能登島入りをして、まあ、少し楽しもうかなということでこう走ってるんですけど、今日はこのパニガーレで走りに来ておりますので、ちょっとねこの、人があまり走らないだけありまして、道路事情がね実はあんまり良くないんですよね。こういう切り積みとかね、まあ、補修傷んだところだけを直すということで結構道ガタガタなんですよ。で今までモンスターに乗ってるとそんなにもねこの道のガタガタ感っていうのはあまり感じなかったんですけれども、やはりこの SS ともなりますと結構ね足回りが硬いんで、跳ねるんですよね。で、あとこのシート、まあ、本当にペラペラなシートで、シート自体もね非常に硬い、まあ、その代わり体重移動とかはね非常にしやすいシートの感じがします。スーッとこう腰をねずらすことができるということで、そういう面ではね非常にこうライディング、スポーツライディングはとてもしやすいシートかとは思うんですけれども、まあ、普通にこう乗って流しているとなるとねやっぱりサスの硬さも相まりまして、まあ跳ねるし硬いしきついなみたいな、そんな感じですよ。手ブレ補正のおかげでなんとかこう動画的にはねそんなにこうガタガタした揺れっていうのはね感じないと思うんですけど、実際はね結構ガタガタしてますよこれ。でこれからその間もなくこう南湾側の方に行きますけれども、こちらの方、いつもの、まあ、本当にひっそりとした場所、まあ、こちらの方に行って、まあ、ちょっと休もうかなというふうに思います。まあ、景色はあんまり良くないんだけどね、まあ、ただこうぼっとできる、あちょっと車も少ないんでこう景色がちょっといいところに行きましょうか。そちらで休憩することにしましょう。うわぁ、この墓石が、あぁ鳥居がもう落ちちゃってますね。うわぁひどい。やはりこう民家がないだけあって、なんともないような普段のこう、今までの地震がなかった時のようにこう走れるんですけれども、道的にはね、走れるけれどもやっぱりこう家があったりすると、まあ、やっぱりそこがね、壊れていたりとかやっぱりしてますね。こうやってバイクは楽しく走れますね。
楽しい。ここ崩れたのかな。うわあ崩れたね。ちょっと見ましょうか。うわあ木も折れてるよ。まあ亀裂もね入ってますね。全く何ともないっていうことではないでしょうね、やはりね、はい。まあ、ちょっと景色のいいところで休憩しましょうか。ちょっと風が強いのでこの辺りは普段波そんなに高くないんですけれども、波も結構感じるような、まあ、そんな能登島の海です。この辺もね、やっぱりちょっと地割れがひどいですね。はい。お、船だ。はい。まあ、そんな感じでね、まあやっぱり、まあ、ちょっとこう砂利とかね、で段差を埋めたりとかしてますけれども、やっぱりそれなりにこう道の方はね。段差あるな、船もどんどん進んでおります。はい。まあ、そんなわけで能登、島のこれ南湾側ですね、あらあそこ崩れてるよ。ちょっと見てこよう。わ、この辺やっぱりひどいな。この辺の崩落とね、ここもちょっと危ないね。あ、まだ砂利あるからこの辺は大丈夫か。ここはもう完全に陥没しております。はい。波の音聞こえますね。はい、はい。そんなわけでこのね能登島の南湾側、ちょっと今日暖かいんでブラブラと走りに来ました。それではご視聴ありがとうございました。しんのじチャンネル、しんでした。バイバイ。